先輩、相続税を節税する手段ってたくさんあるけどさ、不動産を持っている人がやるべき節税方法は結局のところどれが一番おすすめ？難しい問題だね。節税方法は大きく分けて2つの考え方しか存在しないんだ。2つの考え方でいいの？本当に大丈夫？今日は税理士が勧める相続税の節税方法の基本をレクチャーするよ。先輩が勧める2つの節税方法ってどんなアプローチなの？1つ目はポートフォリオを変更する。2つ目は資産そのものを小さくする。この2つを実践することで節税ができるよ。ポートフォリオを変更するか、資産そのものを小さくする。先輩、全然ワクワクしないんだけど。今紹介した2つのアプローチはとっても重要なんだ。いろいろな節税の中でも基本的な考え方だから役に立つよ。私が知りたいのは不動産を持っている人に有利な節税方法なんだけど。だからこの2つが大事なんだ。不動産を相続しようと考えている人にとっては絶対に知っておいた方がいい方法と思うよ。先輩がそこまで強く押すならちょっと聞いてみようかな。一つ目の資産の構成を変える節税方法を紹介するよ。財産によってそれぞれ評価基準があるんだ。現金なら現金の評価基準、不動産なら不動産の評価基準があって、基準をもとに相続税がどの程度かかるかを計算するんだ。例えば相続人が一人のケースで、はるちゃんが現金1億円を持っているとするね。1億円をそのまま相続すると現金の評価額は1億円になって、相続税の納税額は1400万円になるんだ。1億円相続する資産があっても結構な金額を税金で持っていかれちゃうんだね。ただこれははるちゃんの資産が1億円現金の場合、不動産を1億円にすると状況が変わるんだ。まず1億円の不動産は評価額にすると7500万円になるの。建物が3500万円、土地が4000万円で合わせて7500万円となれば、納税額は700万円になるよ。わあ、納税額が700万減った。これがポートフォリオを変えるってことなんだ。そうか、現金をそのままにしておくと評価額は1億だけど、不動産や株に変えると評価額が変わるから結果的に納税額が下がるってことなんだね。その通り。だから節税をする一つ目の対策としてポートフォリオを変えることが重要になるの。相続税の納税額は財産の評価額によって大きく異なります。財産評価額の低いポートフォリオに変えて相続税を抑えるように心がけましょう。ポートフォリオの見直しは節税の第一歩です。ポートフォリオを変えることで節税できるのは分かったけどさ、土地を変えさえすればいい？相続税の土地をコロ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 転がして荒稼ぎするぞって気持ちは置いておけばいいかな。土地を活用することでさらに節税につながることもあるよ。例えばアパートを建てて他人に住んでもらう場合、土地に建物を建てることで評価額は4450万円まで下げることができるんだ。また減ったね。建物が200平米であれば167万円に減額ができるよ。うわ、700万円からさらに減額できるのか。こいつはすごいや。ちなみに200平米以上の建物を建てた場合は490万円とちょっとだけ高くなるけど、それでも節税の効果が期待できるね。先輩、質問です。もし自分が住む場合はどうなりますか？自分が住むための建物なら評価額は4200万円になるんだ。あれ、微妙に減ったね。3300平米までの建物であれば相続税は145万円になるよ。うわ、他人が住むより20万円くらい減ったね。もちろん土地の評価額によっては減額は微妙に違うけど、現金よりは節税につながるよ。でもなんで不動産を建てるだけでこんなに評価額が減るの？もしかして不動産を相続税にしないなんてバカですよ。不動産にしないと後悔しますよっていう悪い政治家が絡んでる？そういうことではありません。これは一定の要件に当てはまる土地を相続した際、その一定面積まで相続税の評価額を 50% または 80% 減額できる相続税法上の特例制度が関係しているんだよ。
小規模宅地の特例の説明はかなり情報が複雑だから別の動画で解説するね。不動産に変えるだけじゃなくて使い方も計算しておくと節税につながるのか。とっても勉強になった。遊休地ではなく不動産の用途を変えることで節税対策につなげることが可能です。不動産相続を検討している方は不動産の活用方法も検討しておくことをおすすめします。2つ目の資産を小さくして節税をする方法を紹介するね。資産を小さくする節税方法は生前贈与で少しずつ贈与していく方法だよ。でもこの方法はとっても時間がかかる。1年間の非課税枠は110万円だし、万が一亡くなった場合、相続開始3年以内のものは生前贈与には認められないんだ。また生前贈与もなくなるとかって話になっているから、やりたい方は早くやるといいよ。資産を小さくするためには計画的にやらなきゃいけないのか。現金はちょっとずつ減らせるけどさ、不動産は難しくない？確かにそうだね。しかも不動産の生前贈与は結構手間がかかるんだ。不動産を相続する場合は登記が必要になるんだけど、生前贈与の場合は不動産取得税もかかるんだ。うわー、そうか。安易に生前贈与できないね。ってことは相続に切り替えた方がいいか。そうでもないんだ。相続時精算課税制度を活用すれば2500万円まで贈与税がかからないから、場合によっては節税をして抑えることもできる。そうか、その手があったね。でも控除額で対応できない場合はおとなしく諦めた方が良さそうだよね。そうとも言えないんだ。例えば相続する予定の土地が今後収益が上がることが期待される場合、この場合は相続よりも不動産贈与の方が将来的には得をすることになるんだよ。状況によって違うのか。ってことは見極めが必要だね。その通り。見極めはとっても重要。慎重に判断することが節税につながるね。慎重な判断。ゾボ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 。集中しろ集中しろ。絶対に勝ち筋があるはずだ。相続税を見極めろ。この場合圧倒的生前贈与。ストラのおっさん、ありがとうよ。俺は生前贈与にかける。生前贈与失敗。なんでだよ。相続は博打ではありません。不動産によっては贈与がいいケースとそうでないケースがあるから、慎重に検討することが重要だよ。不動産の贈与は手続き費用に手間がかかるため、相続していいケースとそうでないケースがあります。慎重に見極めて判断することをおすすめします。先輩から聞いた2つのアプローチ、とっても参考になったよ。相続で大切なことは行き当たりばったりじゃなくて、しっかり計画して資産を管理することが大切なんだ。損をしないために大切なことは自分の資産をしっかり把握して正しい節税方法の知識を身につけることが大切なんだ。先輩に教えてもらった情報をもとにシミュレーションをしてみるよ。もし自分で判断できない場合はプロの意見を聞くのもありだからね。ストラ先輩にゆるーく相続について聞いてみたは相続専門チャンネルです。相続についてわからない、相続についてもっと知りたい方は高評価、いいね、コメント欄に質問をお願いします。またストラ先輩の公式 LINE もあります。 LINE に登録をすると相続の最新情報やお得情報を取得できますよ。皆様からの質問をお待ちしております。チャンネル登録もよろしく。